黒川宗也です。14歳です。ミシンが好きです。チャームポイントはここのほくろと目です。スマホの待ち受けは餃子の皮と餃子です。餃子が好きです。食べたいです。コンビニでつい買ってしまうものは、コンビニあんま行かないかもしれないです。餃子です。餃子です。もう超餃子です。昨日の夜は、ローストビーフ丼を食べました。現場のお弁当で行きました。美味しかったです。自分の動物のことを言うと、鳥とかかなと思います。今一番やりたいことは餃子を食べたいです。なんか疲れたりしたら餃子を食べます。とびきりの可愛い表情、本作のみんなと運動はドラマを見た時に缶を開けたというのに小豆島の風景や風が来るです。見ると